にちは、青木です。配置数学の続きですね。一章、正の数、負の数、11番目、四則計算ですね。今回は足す、引く、かける、割るが混じった式の計算をやっていきます。まず、1、四則が混じった計算をする順序なんですが、ここはとっても大事なので覚えておいてください。まず一番優先するところ、累乗と括弧の中です。で、次に2番、掛け算と割り算で、3番目に足し算と引き算で、この順番とても大切なので覚えてください。例題をですね、1番から3番まで、出しましたので、これを一緒にやっていきましょう。まず1番、5+-16÷4、これは一番優先するところはこの割り算が入っているので割り算です。次に足し算というふうになるので、まずはこの -16÷4、 これ計算するとここはマイナスの4ですね。なので、4で1と答えが出てきます。で、2番ですね。2番の場合はここにパッと見て割る、足す、かけるっていう風にあるので、この足すは後回しですね。この割り算と掛け算を先にやる。-9÷3 で -3で、5×-4、-20となるので、ここは -3 足す -20 だから、このまま引く20にしちゃいましょう。答えは -23と出てきます。はい、それでは3番ですね。ここはここに足すとかけるがあるんだけど、括弧の中に式があります。なので括弧の中、ここが最優先です。それともう一つ累乗があります。なのでここも優先して計算します。なので 8-3 は5、2の2乗 2×2 だから4ですね。で、そうなるとこれはまずマイナス4足す5かける4になりますね。となるとここは足すとかけるだから、かけるを優先する。5かける4は20なので、マイナス4足す20になります。マイナス4足す20だから16と答えが出てきます。で、こんな風にですね、先ほどの優先順位通りに計算をして答えを出します。2番目、工夫して計算しようということで、今回はこの分配法則というのを覚えてください。ここの ABC にはそれぞれ数字が当てはまるものと思ってください。ね、A+B×C は A×C 足す A+B。この C が両方にかかりますよっていうことですね。で、その逆です、今度は。A×B 足す A+C。A+C じゃない。A×C ですね、ごめんなさい。A×B+A×C、 これは両方とも A がかかってますね。なので A でまとめることができます。ここかけるを忘れてますね。 A×B+C、 これの逆の、これができるということで、もうちょっと分かりやすく説明をすると、例えばこの ABC に1つずつ数字を入れていきます。じゃあ A が1、 B が2で、 C
C が変化します。そうするとこれは1×3+2×3 と同じですよっていうことですね。で実際にちょっと計算してみましょう。これ、1+2=3で 3×3 は答え9になりますね。9になるはず。1×3 は3、足す 2×3 は6、3足す6だから9、合ってますね。反対は2、3、4でいってみましょうか。 A が2、B が3、C が4の場合でいってみましょう。そうすると 2×3 足す 2×4 はこれが、2×B が3足す、C が4だからこうなるはずなんですね。こういう法則なので、でこれも 2×3 が6ですね。 2×4 が8だから6足す8なので14になるはずですね。答えが、2×3 足す4、これも3足す4が7で 7×2 が14ですね。やっぱり14で合ってます。でこういう法則があります。この法則を使って工夫した計算の仕方ができるので、それをちょっとやっていきましょう。工夫して計算しようの例題です。1番と2番、1番、12分の1足す8分の3ってこれ通分しないといけないですよね。でだけどここのかけるあ数字、これ48って12の倍数ですね。よく見るとさらに言えば8の倍数にもなってる。だとするとこれはそれぞれにかけて約分した方が計算がしやすくなりますね。なのでこれは分けて計算します。12分の1かけるマイナス48で足す8分の3かけるマイナス48ですね。ちょっと見にくくなってしまってすいません。こんな風に分けて計算するとここが約分できますね。12と48、ここが4、8と48ならここは6ですね。となるのでここはマイナスの4で、こっちは 3×-6 だからマイナス3×6=18となってマイナスの22ですね。マイナス22、答えが出てきます。で、2番、これはマイナス 8×26 足す 8×56、 ここ見てもらうと8っていう数字、ここ共通してますね。なのでこの分配法則の逆の方で8でまとめることができます。これを8にすると 8×、 こっちマイナスだからこっちをマイナス26にしましょうか。マイナス20で8でまとめて、ここに56があるので足す56、こうしたら計算がシンプルですね。で、マイナス26足す56は30ですね。なので 8×30=240 と答えが出てきます。こんな風に分配法則を使って、計算をまとめたり、あるいはバラバラにした方が逆にシンプルにできる場合とかもあるので、工夫して、まあ、その計算式に合わせてやっていくと、計算ミスも少なくなって、そしてなおかつ楽に解けます。今回は練習問題をいつも8問やっているんですが、ちょっと8問書ききれないので、あと前半と後半に分けてやっていきます。まず前半の1番から4番までの問題ですね。こちら、一時停止していただいて、できましたらまた再生して答え合わせをしてください。答え合わせをしていきます。まず1番ですね。マイナス5足す7かけるマイナス3、これは単純に掛け算の方を優先しますね。足し算と掛け算なので、
7×-3 は -21 ですね。そうなるとここは -5-21 ですね。足す -21 なので、そうすると両方マイナスだから -26 と答えが出てきます。で2番は 6+24÷6 足す -2、足し算と割り算なので割り算を優先します。はい、ここ 24÷6 は4ですね。なので6+4+-2となりまして、これは6+4が10、10-2が8、答えは8で、3番、-4×8÷5×-2、ここは引き算と掛け算なので掛け算を優先して計算します。-4×8 は -432、 5×-2 は、でもこれ -5 でいっちゃいましょうか、その分は計算しやすいので -5×-2 で、ここはプラスに変わって10ですねとなるので、-32+10 で-22、3番が -22。それから、4番-81÷9÷6×-2ですね。ちょっと引き算割り算掛け算混ざってるので、まず割り算と掛け算、これを優先して計算しましょう。で、-81÷9 が -9で、ここもマイナスがあるのでここまで入れちゃいましょう。-6×-2 で計算してプラスの6×12ね、になるのでマイナス9、足す12となって答えは3ですね。はい、というわけで、1番から4番答えが上からマイナス26、8、マイナス22、3と出てきます。できましたでしょうか。それでは練習問題後半、5番から8番です。こちらもここで一旦一時停止をしてもらって、解けましたら再生してまた答え合わせをしてください。はい、では答え合わせをしていきます。5番は 8×で、カッコの中に引きがありますね。こうなるとカッコの中をまず優先します。なんだけどこのカッコの中も足し算と掛け算がありますよね。そうするとこれはさらに掛け算を優先して計算をします。なのでまず括弧の中 4×2 で8なので 8×、 括弧-3+8 で -3+8 は5ですね。なので 8×5 40が答えになります。で、6番はまず括弧の中ですね、ここを優先して計算する。-2+5 は3ですね。ここは3で、さらに次に計算するところ、ここ掛け算と割り算、ここを次に優先して計算します。なので 4×3 は12、-14÷-7 はプラスに変わって2ですね。なのでこれは12+2で14と出てきます。で、7番はこれの場合は累乗がありますね。なので累乗を一番先に計算します。この累乗括弧の中にこの2乗がついてますね。なのでここだけ2回かけます。なのでマイナスはそのまんまです。 3×3 で9、
これはマイナス9です。でこっちを計算したら次は掛け算とこの掛け算ですね、引き算は後回しにして、なのでこれは 6×-4 マイナスの24で引く 2×-9 マイナスの18になりますね。このマイナスとマイナスはプラスに変わるのでマイナス24足す18となりまして、マイナスの6ですね。7番はマイナスの6。それから8番、8番もまずは累乗があるのでこの累乗の計算ですね。でここも括弧があるんだけど括弧の中に累乗が入っているのでまずは累乗を計算します。なのでここはマイナス2の2乗だからマイナス2を2回かける、なのでプラスに変わって4です。でここは6に 2乗がかかっているので6の2乗36ですね。でここまで計算した後にこの括弧の中を計算しなきゃなんですが、引き算と割り算があるのでこっちの割り算先に計算します。36÷3、これ12ですね。12、あーでそうするとまずこの最初の4ですね、引く括弧9引く12と出てきます。9-12はマイナス3ですね。なので引くマイナスだから 4+3 になって7と答えが出てきます。練習問題の5番から8番は上から40、14、-6、7となります。できましたでしょうか。今回は、四則混合で計算問題のまとめみたいな感じでやったんですが、例えばこの累乗の計算の仕方がちょっとわからないとか、あとは分数の割り算が苦手とか、そういった方は、そちら の, あの分数なら分数 の, あの回と、あとはあの累乗の計算の回で確か情報の2番の方で累乗をやっているのでそちらの方にまた戻って復習してみてください。次回はですね、今度は計算が一旦終わりまして、数の分類というところ、数の分類というお勉強をします。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。